トモルノです。今日は透明感のあるオレンジメイクをやっていきたいと思います。こう透明感っていうのだとこう結びつけ結構ブルー系というかさ、オレンジってあんまり馴染みがない感じがすると思うんですけども、今回はこうオレンジカラーを中心に使って透明感あるメイクっていうのをやっていきたいと思います。でも今回紹介するコスメがね、もう本当に可愛い可愛いです。もう早く紹介したいぐらい本当にカラーがめちゃめちゃ可愛いものが揃ってるんですけど、まあ、本当質感だったりとか、まあ、あとカラーの組み合わせ、とかでこう透明感も作りつつ、でもやっぱこうオレンジならではのさ、この華やかさとかフレッシュさとかそういう感じもね、一緒にこう作れるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ最後までお楽しみください。もうね、私もすでに楽しみ。もうね、今日使ってるコスメ結構好きなアイテムたちが揃ってるんですよ。そう、最近やっぱお気に入りのコスメたちも揃ってますので、ちょっとねそういうお気に入りポイントも一緒に紹介できたらと思います。それでは最後までお願いします。レッツゴー。まず最初はクレドポーボーテのボワールコレクチュール N 使っていきます。こちらは下地になりまして、こんな感じのちょっとこうピンクベージュが入ったようなカラーになります。これ本当に私も何回も使ってて、この良さ伝えてると思うんだけど、本当一言で言うと超優秀アイテム、うん、優等生だね。こう綺麗にトーンアップもしてくれるし、この肌をねもうすでに滑らかな状態にしてくれます。保湿も程よくあるっていうので、これは素晴らしいです。一本持っといて間違いないね。次多分初めての登場だね。こちら資生堂のファンデーションの130番でございます。もう話題になってるファンデーション、ついに私も最近手に入れました。もう超話題になってたよね。130番なのでちょっとあれなんだけども、ちょっと私の肌よりも気持ち明るめかなぐらいです。結構今回こうオレンジカラーとかこうちょっとパーって華やかに明るくカラーをのせたいので、ちょっとお肌も明るめにしようかなっていうところで、気持ち自分のお肌よりも明るいものを使っていきます。いやこれね、資生堂のあのファンデーション、さっきも言った通り本当に最近この手にしたんだけども、もう超いいね。なんか私ね、このさリキッドファンデーション結構バズってたじゃないですか、すごいって。もう本当にリキッドファンデーションも実は何個かあって、まだ全然使い切れてないから、ちょっとこれ以上増やしてもなと思って、あんまり買わなかったんですよ。そう、増やしてなかったんですけど、これもう実際に使ってみたところよ、すごい、もう本当にすごい。いや本当にあのファンデーションというか本当に美容液みたいな感じ。やっぱこう肌も疲れてる感じも個人的にはしないし、やっぱこの仕上がりよ。そう、こっち何も塗ってない方でこっち塗った方、やっぱり綺麗じゃない、この色の均一感っていうの、この感じ、そしてまたこのツヤ感ね、スキンケアした後みたいな感じで仕上がりも本当に綺麗だし、まあ、なおかつこうお肌にもねある程度いい成分もやっぱ入ってるので、こうナチュラルメイクとかそんな重たくないメイクしたい時、それこそこういうツヤ肌とかはね、こういう透明感を出すっていう、こう自然な感じの肌を作り上げるっていう意味ではすごいいいファンデーションだと思います。でやっぱこう口コミとかにある通り、カバー力はすっごいあるってわけではないんですけども、本当にこう均一に肌をチュルンと整えてくれるような感じ。いや綺麗だよね。でもなんかどっちかっていうとやっぱ美容液のイメージの方が強いから、ファンデーションじゃなくこの美容液でこう作り上げられてるっていう感じ。やばい、ちょっと今日私何言ってるか分かんないなすいません、今日も語彙力なしでやらせていただいてます。いや本当にでもとにかく言いたいことは、一回使ってみてほしい。だってもうとにかく美容液だね。そう、肌をきれいに整えてくれる美容液、うん、それだね、それやった言葉にできましたなかなか美容液でこう肌をきれいに整えるってあんまイメージつかないと思うけど、でやっぱこういうとこのニキビ、ちょっとこういうとこ隠れないので、ちょっとコンシーラーやっていきます。コンシーラーがエトボスのミネラルコンシーラーパレットピンクベージュ使ってきます。これもうよくね、私も使ってる大好きなアイテムです。すいません、ちょっとお見苦しいのですが、こんな感じの3色展開です。この真ん中のカラーでちょっとこのクマの色味が気になるところをのせてったりとかします。こんな感じでね、ゆっぺと、で一番明るいカラーでその下のくぼみとかね、あとこの鼻の部分、あとリップラインのところも乗せてきます。で中間色とかで
気になるところ乗せてきます。こんな感じかな。ちょっとポンポンやっていこう。このコンシーラーもう本当に何回も使ってるんですけど、やっぱ柔らかくて馴染みがいい、夕方とかになってもこう寄れづらい、乾燥もしづらいのですごい使いやすいです。こんな感じでポンポンと乗せていきます。ほい、 OK、 いいんじゃないですか。そしてパウダーなんですけども、パウダーもとにかく透明感を作っていきます。ジバンシーのプリズムリーブルルースパウダーでございます。こんな感じの4色カラーになっております。グリーン、ブルー、ピンク、パープルかなの4色展開かなって感じです。かわいいよね、ここのロゴが。そう、このジバンシーのねパウダーが透明感が爆誕するっていうことで、もうそもそも話題になってるんですけども、これを使ってきます。もうでも本当になんて言うんだろう、結構カラー的にはさ白っぽくなっちゃうかなとかちょっと心配してたんだけど、意外とのせるとそんなことなくてもふわっと仕上がる感じ。そう、でもこのパウダーやっぱ使っててすごい楽しいポイントがあって、ちょっとのせていきますよ。いい、あ、ほら私だけえ、すごくない？これすっごい綺麗にのったよね。うん、でこんな感じで馴染んでくれます。やっぱなんか自然にトーンアップする感じはねすごいあるんですよ。やっぱカラー的にさ白っぽくなっちゃうかなとかやっぱ思うんだけど、全然そんなことはなく、もうたくさんジバンシーのマークこんな感じでポンポンのせてきます。本当に程よくつくって感じかな。うん、であと少量でやっぱこう綺麗に肌が整うのでいい感じに使えます。でもしかもこれ大きいからね、結構コスパいいと思う。全然なくなる気配ない。こんな感じ。でもこのさ、ちゃんと鏡とかで見ないとあれだね、意外とジバンシーのマークがうっすら残ってることもありそうなので、そこはしっかりと叩いていきます。どうでしょう、こんな感じ。うん、こうホワイト系でトーンアップしてるけど全然白っぽくない、こう首ともそんなに差がない感じで、私みたいにこうイエベ秋っていうそういうカラーの人にでもすごい使いやすいです。眉毛がジバンシーのアイブロウペンシル使っていきます。そう、これあんまりジバンシーアイブロウ系そんなに馴染みないかなって思うんだけども、もうねこれすっごい使いやすかったので紹介させてください。カラーはこんな感じで、すっごいふんわりした柔らかいねブラウンなんですよ。プラスここになんとブラシもついております。もうペンシルで 2way です。結構ジバンシーってこうパキッとしたモードのイメージもあったんだけど、意外とこういうね柔らかいようなカラーも揃ってるんですよね。そうで、これが若干こう私の眉にのせたりすると黄身っぽい感じのブラウンというか、こういう風ななんかオレンジとかにすごい合わせやすいので、これをガイドラインとして引いてきます。さすがにこう眉頭の方からパッて引いちゃうと眉毛って感じになっちゃうので、なるべく黒目のこう後ろ側ぐらいからまずはこうガイドラインを引いてっていきます。アイメイクとこうカラーを統一させるためにアイシャドウもパウダーとしてのせるので、一旦ガイドラインとしてこれでいきます。そして大事なアイシャドウです。アイシャドウこちら、ババン、こちらセルボーグのバティックアイパレット EX09 番です。もう何回見てもこの4色すっごい珍しいなって思うぐらい、いやすごいカラーじゃない。今回なんとオレンジにプラスでパープル入っております。あとブラウンだね。いやこの組み合わせなんか私も最初見た時に本当にこれ合うのみたいな、ちょっと不思議な4色パレットだなと思ったんですけど、これがもうマジで本当に可愛いんですよ。これね本当に最高なの。ちょっと実際手にも乗せてみようかな。手に乗せた感じこんな感じです。いやでもさ、こうやって乗せてみるとすっごいすごい可愛くない？この4色。ちょっとこうマットが2色と、ちょっとこうメタリックな感じが2色になっております。この組み合わせね、意外と肌にのせるとやっぱめちゃめちゃ可愛いんですよね。このアイシャドウパレットが本当にもうね、まさに透明感あるオレンジっていうのを演出してくれるんですけど、実際にものせてみます。まずこのパープルからのせてきます。そう、これも意外だよね。このね、パープルが、まずこう透明感をね演出してくれるんですよ。でもそこまで強いパープルっていうわけじゃなくて、本当にほんのり
ついてくれる感じ。もうこんな感じで基本的にどの方でもちょっと合わせやすいようなパープルの質感になっております。そう、これをねちょっとこう広めにのせるんですよ。でなんとこれ下にものせます。結構パープル系ってこう目の全体にのせるとちょっと挑戦的かなって思ったりするんですけども、全然むしろ可愛くない？ちょっとピンク要素もあるから使いやすいのかな。ここまでこう青みすぎない感じが多分使いやすいんだろうね。そしてこのオレンジですよ、のせてきます。これをまたふわっと下からのせていく。わー可愛い、可愛くない？でこうなじませるとこうお花がシュワってこう広がっていく感じ。こう本当にジュワって広がるっていうのが本当にイメージにぴったりじゃない？パープルとオレンジってこんなに合うんだって私ね、このアイシャドウパレットを使ってもうね初めて体験しました。感動しちゃった。もうすっごい綺麗じゃない？ジュワって広がってる感じわかる？この感じがすごい好きでやってます。で結構やっぱオレンジは発色が結構このアイシャドウの中では強めの方かも。なのでパープルを足してなじませていくとよりこう可愛く仕上がるかな。いい感じに混じってもうすごい可愛い。この明るめのラメのパープルですね、これをちょっとこう真ん中あたりにスラッとのせてきます。ここまでこれも主張があるわけではないんだけど、さらにちょっとこう透明感を足してくれる感じ。もうこれもすっごく可愛い。こうちょっとこう華やかな感じとか透明感をよりプラスしてくれる感じかな。これが可愛いんだよ。あとこの目頭の方ものせちゃう。いやーいいよね。いつもさこうパープル系を使う時とかあんまりなんて言うんだろう、のせたくないというかさ、本当に少量だけのせたりするんだけど、これはもうねガツガツのせられちゃう。可愛い。ほらもう馴染みがいいんですよ。とにかくこのブラウンのせてきます。これは締め色な感じでちょっとこう影を作りたいところにのせてきます。ちなみにこのブラウンはそこまで濃くはないので薄く影をつけるって感じです。まあ淡い分ねそこまでこうラインとか引くような感じではないんだけど、ほんと自然に陰影をつける感じ。よりこう柔らかい感じになるんですよ。こんな感じに仕上がりました。すっごい綺麗だよね。ちょっとこうメタリックな感じでキラキラに入ってんの、すっごい綺麗だよね。そしたらこのままちょっとこのブラウンのカラーで眉毛ものせてっちゃいます。すごいふんわりまた仕上がる感じするよね。このオレンジメイクのやっぱこう透明感を出す一番のポイントっていうのは、そういう透明感カラーも一緒にのせるっていうのがすっごい大事だと思う。これをするだけでも一気にまたね雰囲気が変わるのですごくおすすめです。すっごい可愛い。こんな感じ、すっごい珍しい感じするよね。綺麗。もうここ見える？ちょっとキラーンってなってんの、めちゃめちゃ綺麗。したらアイブロウマスカラ、 RMK のアイブロウカラー04番使ってきます。これも毎回出てくるんだけども、小雪のアッシュカラーのブラウンになります。この間ちょっとコスメをちょっとだけ整理したんだけども、アイブロウカラーってどれ使ってるかなって思った時に、もうほぼほぼこれしか最近使ってないなってことに気づいたんですよね。もうそれくらい毎日使ってる、大好き。こうふんわりとした柔らかい感じにしてくれつつ、でもこう自眉とも馴染みがいいのでもうすごく愛用してます。アッシュカラーなのでね、こう柔らかいテイストにも合う。いや素晴らしい。アイライナーがデジャブのアイライナー使ってきます。これもねクレヨンタイプになっていて、ちょっとこう柔らかいような黄みがかったブラウンです。これものせていきます。でこのやっぱデジャブのねペンシルのいいところはこう柔らかい質感に仕上がるところと描きやすい、そしてにじみにくい、もうすっごい重宝してます。こうちょっと柔らかい印象とかに仕上げたい時はやっぱこう明るめのブラウンがすごいおすすめです。こうやっぱブラック系よりもそっちの方がこう全体的に明るく仕上がる気がする。オッケー、こんな感じ。マスカラがエトボスのバロンブラウンのマスカラ使ってきます。これがねまた可愛いんですよ。今度はこうチョコレートっぽいようなブラウンカラーです。結構ブラウンカラーにもいろんなカラーがあると思うんですけども、結構暗めのブラウンよりもこう柔らかい雰囲気にしたい時は私は気持ち明るめなブラウンを使ってます。そうこれ使うとさちょっとだけ
柔らかい印象になるの分かる。ちょっとだけ柔らかい雰囲気、そう、これがね大事。こう長さ出してくれたり、こうボリュームを出してくれるマスカラというかは、こう本当にカラーを綺麗にのせてくれるマスカラっていうイメージです。すっごい綺麗、自分のまつげとも結構馴染みがよく、のせやすいです。あと何よりやっぱ私がエトボスで大好きなのはお湯落ち、もうこれと最近でもお湯落ち増えてきたよね、もうすごく嬉しいです。アイメイクはこんな感じ。そしたら続いてチーク、チーク、こちら番 RMK のピュアコンプレッションブラッシュ02番です。そこのさオレンジすっごい可愛いんですよ。こんな感じで結構明るめな感じかな、でもなんかちょっと落ち着いてるって不思議な感じです。質感なんですけども、かなりこうやってぼかしていくとふんわりしてく、かつちょっとこうねラメが入ってるからか光沢感もあります。そう、この光沢感っていうのがこう肌に全体的にふわってのせた時にね、よりこう透明感みたいなのが出る要素かなと思うので、私はこちらをふわっとのせてきます。これね大事なのがつけすぎ注意なので、こう手にこう軽くのせて慎重にこうやってのせていきます。本当にふわーって磨く感じ、そう磨き上げるっていう感じかな。ほらめっちゃ綺麗じゃない。そうオレンジってやっぱこうフレッシュさがあったりとかそういうイメージなんだけど、こう軽くふわっとのせるとこう爽やかさが出るというか、でかつこの質感でさ、これがまた大人っぽいというか透明感が出る感じ、肌がすごい綺麗に見える感じがするので、いやこの質感もすごく綺麗、もう本当にふわーってのせる感じでいいかな。こう自分の好きな濃さになるまで調整していきます。本当にでもこう意外と発色はあったりするので、こう一回やっぱ手にのせてなじませるのがポイントで、こう磨く感じ、いや綺麗じゃない、いやすごいよね、こうハイライトっぽい効果もあるっていう。私はもうね結構全体的にふわーってのせてっちゃいます。おーいいね、こんな感じです、綺麗。そしたら最後リップになります。リップねちょっと今回2色使おうと思います。まず1色目がこちら、レナソルのプランプメロリップスの11番です。これも私大好きで何回も紹介してると思うんだけども、カラーはこんな感じのカラーになっております。そうカラー自体はこう落ち着いてるっていう感じなんだけども、淡めな感じもあるというちょっと不思議なカラーです。このねもともとルナソルのもリップが大好きなんですけども、まずこの塗り心地ね、塗り心地がとにかくスルスルでいい、オイル配合で本当にスルスルしてるんですよ。意外と発色もある。あとはこれ本当にあのルナソルのリップあるあるなんだけど、全色やっぱ意外と落ち着いてるっていう、そう一見明るそうに見えても落ち着いててすごい使いやすい。こんな感じでちょっと自分の肌なじみのいいリップカラーベージュ系をのせてきます。そしたらこちらユエリーニュのリップ使ってきます。カラーがラドリオになっておりまして、こちらはオレンジで深みがあるかつこうパキッとした色味になります。そうでオレンジっぽいリップにのせるときにやっぱちょっとこうオレンジの華やかさを追加したいので、これを中心部にだけ軽くのせてきます。これ自体のカラーは結構パキッとしててフレッシュな感じに仕上がるので、本当にちょっとのせる、でやっぱこうグラデーションにしていくとこう淡い感じに仕上がるので、よりこういうね透明感あるカラーにはすごい合いやすいかなって感じ。こんな感じに仕上がりました。すっごい綺麗じゃない、めちゃめちゃ綺麗。じゃあちょっと髪の毛あらあらセットしていきたいと思います。はい完成です。うんもうね最近ちょっと前髪が伸びてきたのでちょっとだけ分けております。こんな感じに仕上がったんだけど、どう？なんかこういうさホワイト系のお洋服とかもすっごい相性が良くない？実際やっぱ近くで見てもこんな感じでこうじゅわっと華やかな感じ、うんなんかこのカラーがやっぱ絶妙だよね、すっごい綺麗。やっぱこう質感とかは透明感もちょっとプラスしつつ、でもこうやっぱオレンジカラーでこう明るい感じっていうのはやっぱめっちゃ可愛いよね。もう本当になんかオレンジとか、まあそういうやっぱり
こうイメージとやっぱかけ離れてるような色味、うん、そういうものでもやっぱ質感とか、まあ、合わせるものでね、こうギュッとまた雰囲気をがっつり変えることがやっぱできるので、まあ、ぜひね一つの参考にしてみてもらえたらなと思います。やっぱりこう持ってるものとか手持ちのものとかでもね、いろんなアイシャドウとかやっぱ組み合わせても多分いいだろうし、なんかそういう感じでぜひ手持ちのものとかもね、こうアレンジして楽しんでみてください。はい、ということで今日ここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。